おはようございます、ピアニスト達也です。今日はその後のご報告と、今現状のことを動画にしたいなと思って、急遽撮影させていただいておりますが、まずは、6月16日に右手手術をしてきました。当初、右手の薬指の断裂が見られるっていう、診断だったんですけど、実際に手術をして切開してみたら剣がいけんことになってまして、あの薬指と小指も、まあ、切れちゃってました。そして中指がもうほぼほぼ切れてたので、その3本まず治療ということで、こちら内側の腱をですね、切り取って移植する。なおかつなんか人体っていうのかな、人体筋肉なんか穴開いてて、そこも縫っていただいて、結構な大手術になってしまいました。ですが、今日ね、手術後初めての診察に今来ているんですけど、指がなんとかこうまっすぐ伸ばしたり曲げるぐらいまで、今この撮影がですね、術後5日目なんですけど、ね、5日で結構ここまで動くようにはなったかなっていうのが、まあ、お医者さんも回復は早い方だと言ってくださったので、だいぶ、まあ、いい方向に進んでるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、まず以前ね、その剣切れちゃって弾けなくなっちゃって、実は中止しますみたいなお知らせの動画を出したまあ、まあちょっとその後いろいろバタバタしちゃって撮れなかったので、まずはお知らせと、まあ、その術後の報告と、合わせて撮影させていただきました。まあ、今ね、本当に術後の診察を終えて、もう病院の外で撮影してるんですけど、ねえ、さっき先生からね、手術中のこう切開した写真とかはね、まあ、ミートも一緒に僕の腕の中を見ました。見ました。結構綺麗って言いましたよね。いや、もうバリバリ綺麗です。バリバリでしたよね。いや、すごかったね。もう今包帯変えてもらって、僕初めてさっき自分の傷口見たんですけど、もう表面だけで言って3、40針ぐらい、切開部分が4箇所あるので、3、40針ぐらい塗ってて、中もなんで全部で言うと20箇所近く塗ってるわけなんですね。やっぱり思ってたより痛みとかリハビリがかなりしんどかったです。最初全くびくともしなかったんですよ。でね、その心臓より高い状態で腕を上げて、こうやってちょっとずつ曲げるっていう、曲げて伸ばしてっていうね、ちょっと上空に俺のタクシー飛んでるというわけで、そういうリハビリをね、1日500回やってくださいって最初言われてたんですけど、まあ経過的にかなりいいということで、今度は握ったりこう開いたり、あとはこう反らしたりっていうのを1日数十回ですね、まずこれをゆっくり力を入れずにやるっていうところまでまず進んで、そして来週にはもう抜歯ができるということで、バッシリ、引いてきましたので。ただね、やっぱたくさんの方に、ご心配、ご迷惑をおかけしてしまいましたし、日頃から応援メッセージたくさんいただいております。それがね、本当に今僕の力になってますので、この場を借りて、ちょっと今外なんでマスクとかもしてるんですけど、お礼を伝えさせていただきたいと思います。本当にいつもありがとうございます。そして完全に復活する気持ちしかないし、もう俺治ってると思ってるのよ、気持ちでは。やっぱ指が動いた瞬間の感動すごかった。俺泣いたもん、本当に。やっぱ一時的に感覚が全くなかったんで、まあやっぱショックでしたよね、最初は。やっぱりね、27年ピアノやってきたから指が動かないって考えることまずないと思うんですけど、やっぱ最初はそのショックもあったけど、全てを受け入れて自分の中で、そうなってしまったことを悔やむのではなく、じゃあ今後どうしようかっていう考え方に結構自分の意識を変えた時に見えてきたものがものすごいあったんですよ。だからこそ、今やってるブログとかピアノブログ、誰かにこうやって伝えることも、今ってこうやってできるし、そのための YouTube であったりもすると思うので、僕はね、本当にプラスな気持ちで今動いてますので、皆さんどうぞご安心してください。そしてこれからも治療報告、まあ、経過とかね、ピアノ弾けるようになったらもうリハビリもこうやって動画にしたいなと思ってるんですよ。ピアノのリハビリとかそういうの含めて、包み隠さず、今僕が皆さんに発信できるもの
全部やっていこうと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ナイトタツヤでした。ごっぱいない。バイバーイ。